そっか塾の久保でございます今日8月30日ですねうん、もう今月も終わりですね早いですね夏の思い出は何かできたでしょうかちょっと顔がでかいですねはい、えー、改めておはようございますうんー、どうでしょうかねやっぱ日本人っていうのは出る杭を打つとかねなんか言いたいことを言えない世の中だとかそれからなんかね自分のことを表現したら足を引っ張る奴が出てくるんだとこんなこと感じませんかね、うん、でそういう人はね結構ね <laughs> 自分でそれをしてるのに気づいてないんですよね うん、だから例えばね、ここ数日なんですけども、私は寅さんの記事を結構上げてたんですよもう、うん、振り返ってみると7月、8月っていうのは、特に8月に入ってから、あの私はね、もう消費税がない方がいいなという発言を結構してるんですよ、いいじゃないですかね、別に消費税がない方がいいなっていうのは、私も思うし、多分ね、皆さんも同じような思いじゃないですかね、えもちろん財源のことをどうするかっていうのは別の議論ですよ。 消費税がないと国がやっていけないっていうふうにすぐ結びつけるんじゃなくて基本的にこうやってレシート見た時にお、消費税こんなに払ってるんだないほうがいいなって私は思うんですよいや思わない方もいるかもしれませんよねいや私は思わない方にとってはいやどんどん払ってくださいって話なんですよ私は払うけど嫌、えー、だなと思って払ってるって表現してるだけなんですけどもこうするとねあの、消費税がないほうがいいなって言ったらお前は令和新選組のなんか山本太郎の信者かとかいや、言うんですよすごい発想のね え飛躍だなと思うんですよいや仮にね別にそれでもいいんですよいや山本さん好きですよと南の帝王のねあの弟子で出てたわけですからいいですよねいや山本太郎さん好きで問題ないですよなんかも文句あるんですかねっていうか私の好き好みにあんまりケチつけないでほしいなと思うんですよ別に迷惑かけてないですよお前も好きになるって言ってるわけじゃないですからだからここで言いたいのは私は山本太郎が嫌いだから久保さんも嫌いですよねってこれ何なんだろうなと思いますよね ほっとけーみたいな感じですけどもね、えー、まあそんなことがあったりとか、うん、NHK の、ね、受信料私は払ってるわけですよ払ってるんだけども、まあ、NHK の受信料スクランブル化でいいんじゃないのかなと思った時に N 国党っていうのが出てきて N 国党はスクランブル要するに払いたい人は払う払いたくない人は払わないでいいんじゃないのって言ってるのでまあそれでもいいよねそうなったところで私は払い続けますからねって話なんですよ NHK の全部部が好きでではないですけども一部ね あの気に入った番組もあるのでそれに、まあ、月額1300円とか2か月2600円払うとしたらあ別に全然安いなと思うわけですよ、うん、価格に対して安い、高いって払うか、うん、請求に対してあのなんか押し売りのように、ね、脅しできたっていうのかそれともこっちが気持ちよ変わってるのかっていうのは私の問題なんで他の人に押し付けるものではないと思うんですよね。で、こうやって NHK の話したらじゃあお前は N 国党の信者かっていうわけですよ。 いや別に信者でもいいじゃないですかそれはほっといてくださいって話なんですよで私の派閥をねどこに持っていくかっていうのを本当に興味持ってくださってるんだろうなと思ってちょっとありがたいんですけども私は即下塾が大好きなんですよで即下塾はいつも変化してるんですよねだからある時は例えばね 安倍政権あるときは民主党、あるときはあ令和新選組、あるときは N 国党でいいじゃないですか、人の気持ちが変わるんでね、でそれを固定させて、固定したら下で、ね、文句つけるわけですから、私はもう、ね、固定しませんよと、即下塾の信者でございます、即下塾、塾党塾塾党か、塾長じゃないねだ、塾党ですね、万歳でございます、まあ、それでね、まあ、そんな愚痴はともかくとして、うん今日8月30日なんで、えー、あのね、 例のやつに対していろいろとね私も掴みかねるところがあるんですけども私がその例のやつに対して感じてるのは恩でありそれからいろいろね苦しい時こそ自分にできることを探さないとっていうこういう姿勢は別に変わらないわけですよコインチェックが苦しい時はコインチェックのためになんかできないかなと思いますしエイダーが苦しい時はエイダーのためになんかできないかなと思いますしね うんリップルのためには何もしてないですけどね、<laughs> まあそんな感じで暗号通貨とのお付き合いもあったりとか、それから、あの、まあ、与沢翼さんとかね、いらっしゃいましたけど、与沢翼さんが結構ね、あのあの破産問題とか、フリーエンジェントスタイルが解体した時に、結構ねこう、犯罪じゃないかとかね、脱税してるんじゃないかって、叩かれた時も、私はそうではないというふうに、まあ、与沢さんを、ま、守るというよりもね、あのよ なんかあの事件の顛末が分かっていたからこういう事情なんですよって話したら、与沢信者だって言われていいじゃないですか、人が何の信者だろう、<laughs> 本当に私はそっかじく信者なんですから、まあ、そういうことがあったりするんですけどもやっぱり人が苦しいときに追い打ちをかけてね叩くのか、それとも人が苦しい時に誰かが苦しいときに自分にできることないかなって探すのかっていう,ふうなのは、まあ、私の人生スタイルそのものなんですよね、やっぱなんかね不利な人に協力したくなるんですよ、私は。うん、だから あの山本太郎は一部の人はこんな悪いこと言ってますよって言ったらなんか知らないけど味方したくなっちゃうんですよね、うん、だからあのお前も山本太郎嫌いになれってエネルギーが来れば来るほど私ね結構ねひいきにしちゃうんで逆効果だと思ったり思わなかったりするんですけど皆さんいかがですかね、まあ、それでちょっと例のやつの話に戻しますとえー、っとね今日がボーナスの振り込み日になると思うんですよ、まあ、ですんで銀行口座確認していただきたいのとあと昨日までに 7月30日の入金がなかった方本来だったら7日、14日、21、28の4回,4回に分けてどっかであるはずだったんですけどない方という,ふうなことで昨日締めで募集したら1 2 3 4人の方が7月30日のものが入ってないんですということで連絡いただきました。 あでも代わりにこの4人のほかの方で待ってた方が入金がありましてありがとうございました方もいるんであの人数的にはあんまり変わってないんですよ、最大で7人、最小で2人っていう風になってこう推移してたんですけれども、中身を入れ替えながらね、えー、現時点では4人の方がまだ借金がないということでちょっと怒っておきますねというふうに私の方からはね返信させていただきました、私がねちょっと突き上げればああのー、まあ、なんかね考えていただけると思いますし。で今日は ボーナスの入金日なんで、ボーナスが入るかどうかっていう心配もありますよね、で、えー、と7月30日の返礼金が、7月今日ついでに入ってないかなっていうこともありますよね、その2つの面でね、えー、私も私自身も今日は入金を待つ身なんですけども、えー、今のところはね、あのー、コンスタントに払っていただけたので、私の目から見て、1000人以上のね、これも言いますけど、1000人以上のアカウントが見えるんですよ。 私の直接紹介の、ね、1000人以上のアカウントが見えるんですけども、その中で昨日の時点で4人の方が着金してないということなんで、えー、1000分の4ではあるんですけども、まあ、4人以外の方にねあ久保さんの手を煩わしちゃいけないから連絡はいちいちしませんよって方もいらっしゃるかもしれませんから、まあ、最大で4人今のところ確認できてるかなってことでございます。えー、皆さんもね 今日の銀行が閉まる時点とか場合によっては三井住友銀行同士だったら18時ぐらいまで反映があると思うんですが、うん、今日の、ね、18時ぐらいまでに、あのー、お気づきでしたらあちょっと確認できなかったなってことでしたら私の方にご一報いただければ私の方でもできることをさせていただきますのでよろししくお願いします。もちろん昨日までご連絡いただいた4名の方,、ね、4名の方も改めて今日もやっぱりなかったですもしくは今日ありましたよかったですみたいなことでね、ご連絡いただければ私のアクションも取れるかなと思います。 今日はね、バランスボールではなくて地べたに <laughs> 座っての連絡になりましたけどもね、えー、皆さん本日もよろしくお願いします、えーまあ、今日のまとめとしてはね、無理やり人を派閥に固定することはないなということでございますね、なんかね、私がね、どこに向かってるのかを知りたい方もいると思いますけど、そういう方はね、私の毎日の放送を見ていただければ、もう宣伝ばんかしてるということがわかると思います、私はまああの固,まら固まらない人生を送ってますんでね、本、え、当、ー、気持ちもコロ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 変わります。 昨日は西に行こうと思ったら今日は東みたいな感じで行く先も風の向くままは昨日向く,くまでございますので、まあ、誰の支配下にも入らず誰の派閥にも入らず唯一速家軸というものについていく私、久保哲郎でございました。失礼します